ビデフォードはアメリカ合衆国メイン州ヨーク軍に属する都市である。人口で、軍内最大、州内でも第6位である。ヨーク軍の商業の中心である。2010年の国勢調査では人口2万1277人だった。そこを市と共にツインシティを形成しており、市内にはビデフォードプール、フォーチューンズロックス、グラニットポイントなどリゾート地がある。市内に ニューイングランド大学があり、また毎年ラカーメスふつ祭が開催されている。この地をヨーロッパ人が初めて訪れたのは1616 16年のことであり、アメリカ国内でも最初期のヨーロッパ人開拓地となった。ビデフォードはポートランドサウスポートランドビデフォード大都市圏の主要人口集中地である市役所1855年頃メインストリートロワー,ーメインストリート アベナ貴族インディアンの主要な集落がペクオケットの上流にあり、昔はこの地域で漁や漁を行っていた。ビデフォードに最初に入植してきたヨーロッパ人は1616 16年から1617年の冬にウィンターハーバーに入った医者のリチャード・バインズである。そこをビデフォード・プールと呼んだ。ヨーロッパ人が1616 16年に上陸したということは、 マサチューセッツ州プリマスにメイフラワー号が到着し上陸した年よりもほぼ4年、早かった。この事実はニューイングランドの伝承から見過ごされることが多い。1630年、プリマス会社がそこ側から南の土地をバインズイッシュとジョン・オールダムに払い下げた。1653年、当時の町はそこ側の両岸を含んでおり、マサチューセッツ植民地議会により、 そことして法人化された。1653年、ロジャースペンサーが最初の製材所建設の権利を認可された。木材と魚が町から出荷される主な商品になった。1659年、ボストンのウィリアム・フィリップス少佐が失政官となり、滝のところに駐屯地と製粉所を建設した。フィリップ王戦争の1675年、町は インディアンの攻撃を受けた。開拓者たちは安全を求めてウィンターハーバーまで後退し、滝の上流にあった家や製材所は焼かれた。1693年、滝よりわずか下流に石造りの砦が建設されたが、1703年にはインディアンに占領され、開拓者11人が殺され、24人が捕虜になってカナダに連れて行かれた。1708年、 ビデフォードプール入り口近くにメアリートリデが建設された。町は1718年にビデフォードとして再編された。その名前はイングランドのデボン州の町ビデフォードから来ており、その町から開拓者が移民してきていたからだった。1759年、ケベック市が陥落したことで、インディアンとの敵対関係が終わった。1762年、川の北東にある地域が、 ペパレルバラとして分離し、1805年には、そこの町となった。そこに渡す、最初の橋が1767年に架けられた。川には、落差40フィートの2段の滝があり、製粉所の動力になった。長靴や短靴を作る工場が設立された。発展途上の工場町には、製材所や製粉所に加えて、加工岩の石切り場やレンガ工場もできた。 1840年のラコニアカンパニー、1850年のペパレルカンパニーなど川岸沿いに繊維製造工場が建設された。ビデフォードは1855年に主として法人化された。工場にはアイルランド人、アルバニア人、さらにはケベック植民地からのフランス系カナダ人移民の波が訪れた。繊維工場は一時期1万2000人も雇用していたが、 他の地域と同様に工業は長い衰退期に入った。工場用地を占領していた資産は売却され、住宅や新事業に再開発された。そこを川を最後に、イカだ流しが行われたのは1943年のことであり、製材業も1948年に亡くなった。ビデフォードの名前は、マサチューセッツ州プロビンスダウンにあるピルグリム記念碑の長部近くに、 ニューイングランドにある他の古い都市や町の名前とともに、掘り込まれている。ブラグドンの桟橋に経由された、タグボートハーシー、1912年ビデフォード市は、北緯43度28分27秒整形70度26分46秒、北緯43.47417度整形70.44611度、 43.47417-70.44611に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は59.08平方マイルで、あり、このうち陸地30.09平方マイル、水域は28.99平方マイルで、水域率は49.07%である。メイン湾の一部である、素港湾に接しており、リトル川と、 ソコ川が市内を流れて、メイン湾に注いでいる。地域は多様な地形があり、内陸のうねりのある丘陵から、都心部、さらに海岸の郊外部となっている。市内を週間高速道路95号線、アメリカ国道1号線が通り、さらにメイン州道5号線、9号線、111号線、208号線が走っている。北はソコし、東は大西洋、西は デートントライマン、南はケネバンクポートとアランデルの町に接している。リートル川はビデフォードとケネバンクポートのグースロックス地区との境の一部をなし、ビデフォードの最も南にあるグラニットポイント地域に流れる。イーストポイントはビデフォードプールの半島にあり、ヨーク郡では最東端にあたる。ビデフォード地域の最南端であるティンバー島が、 リトルガー川口のグースフェア湾にあり、干潮の時には、ケネバンクポートのグースロックス海浜から渡ることができる。この島と隣接するティンバーポイントの大半は、2011年12月に、レイチェル・カーソン国定野生生物保護区に指定された。ビデフォード市は、そこ川にほぼ15マイル接している。大西洋岸には、ヒルズビーチ、ビデフォードプール、フォーチューンズロックス、 グラニットポイントの地区がある。ビデフォードプールの沖合1マイルのウッドアイランドには、ウッドアイランド灯台がある。メイン州は外して、政治的にも通常の話の中でも、ニューイングランド北部の一部と見られているが、ビデフォードの場合は、地形的にニューイングランドの中央部の延長と見られている。ビデフォードから主要都市までの距離ビデフォードの気候は、季節による温度差が大きいのが特徴であり、 暖かいか暑い夏と寒い冬がある。欠片の気候区分では湿潤大陸性気候にある。略号では DFB である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ビデフォードはニューハンプシャー州とマサチューセッツ州北部の海岸地域に近いことから急速に成長する。 商業中心の一つになっている。近年、修道11号線回廊沿いに商店街が発展してきた。2006年後半、ショップスアット、ビデフォードクロッシングと呼ばれる床面積50万、平方フィートのショッピングセンターがオープンした。20の店舗と5つのレストランが入っている。近年は、中心街を再開発することに興味が集まり、古い工場用地に申請を吹き込んでいる。 ノースダムミルはこの動きの一例であり、小売店、アートスタジオ、文化行事、大規模住宅にスペースを提供している。市内には、サザンメインヘルスケアやニューイングランド大学など、大型の施設機関がある。ニューイングランド大学は、メイン州唯一の医学校である、ニューイングランド大学生骨療法カレッジを含み、海岸沿いにあって、急成長している大学である。 その他公共会品、アイスアリーナ、フルサービスの YMCA、近年、全国優等学校に認定された学校など、幅広い分野の施設もある。ビデフォード市中心街には、マッカーサー公共図書館とビデフォード市劇場がある。アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される、多くの建物や二つの歴史地区がある。 メインストリート歴史地区が2009年12月24日に登録された最新のものである。その他中心街にある国家歴史登録材に登録されたものとして、ビデフォードソコー、ミルズ歴史地区、ビデフォード市役所、ダドリーブロックとアメリカ合衆国郵便局がある。中心街以外とビデフォードプール地域の登録材は、ジョンターテイ、ファーストパリッシュ集会所、 フレッチャーズネック救命ステーション、ジェームズ・モンゴメリー・フラッグハウスがある。ビデフォードは、現在は亡くなったニューイングランド州間高速道路11号線の、東端にある。西は、バーモント州マンチェスターが終点である。州道111号線が、ビデフォード市の幹線道であり、九十1号線の後になっている。ビデフォード市民空港は、市中心事業地区から南に2マイルにある。 地域内に郵便局が3つあり、郵便番号は04005、04006、04007になっている。そこをトペティのマシンショップとペパレルミル。1906年頃、クランベリープロダクションが開発した2009年の PC アドベンチャーゲーム、ブラックミラー2の最初の部分はビデフォードが舞台になっていた。ありがとうございます。